お母さんは自分の子供を殺された、モリツナという人に自分の息子を殺されたんで、その恨みを言いにくらいね、これをぶつけに来ます。から後時ではその殺された当人がよくも殺し屋が払ってんで襲いかかってくるわけですね。そんな感じの曲で、すごく分かりやすいですよね。あの役に語らんと思い、民には存じしかぞも、取って引き寄せ二方なさし。今日は、藤戸の見どころということで、お話しさせていただきます。藤戸という曲は、ちょっと珍しくて、前じて、前のしてというのは主役なんですよね。それに対して脇役が脇という、ね、して、前じてがお母さんの役、それから後じてがその息子の、両親の男の子の役ですから、前場は女の人だし、後場は男だし、ちょっとそういうふうに変わってます。他の曲は前場がおじいさんで、実は高砂なんかだと住吉明神の化けたおじいちゃんだったりとかね、そんな感じで同じ人がこう、生まれ生きてる時と亡くなってから、それからその本性を表して何か怪物になって出てきたりとか、そういうのが多いんですよね。藤戸の場合はまるっきりも別な人間で、一つ同じテーマは両方とも佐々木の盛綱という脇役 に対しての恨みを持ってる。お母さんは自分の子供を殺された、盛綱という人に自分の息子を殺されたんで、その恨みを言いにくらいね、それをぶつけに来ます。から後時ではその殺された当人がよくも殺し屋が払ってんで襲いかかってくるわけですね。そんな感じの曲で、すごく分かりやすいですよね。ただちょっとその前歯が女性、後がその男の人ということで、船弁慶なんかご存知の方も多いと思いますよね。前は静か御前、女の人ですね。で後は平の友と、まるっきり逆の逆というか違う人、そういうふうに前歯と後ろの人全然違うの、そういう曲もありますし、さっき言ったように同じ人の前歯はちょっと化けてて、後で本性を表して出てきたりとか、そういうのが多いんですけどね。まあそれが特徴で、テーマとしては、その脇盛綱、佐々木の盛綱、一番最初に幕が上がって出てきますね。普通の格好よりもちょっと偉そうな格好をして、というのは佐々木の盛綱というのは、その領主をどうして殺したかというと、その、今の岡山、あの辺の小島を馬で、平家軍がそこに陣取ってるわけですから、それを馬で乗り込んでいって、そこを戦いで勝つために馬でそこを島へ乗り込んでいく道はないかということを漁師に尋ねるわけですね。でそうすると漁師は月の初めには東の方にあったり、後の方には西の方に、そういう浅瀬があってね、モンサンミシェルが潮が引くとか、歩いていける、あれをちょっと想像していただいて、同じなんですね。結局小島を潮が引くと 馬でそこへ攻め入れる。それで結局その話を夜に2人でその場所を見に行って、で本なんかにやると、なんか2人で裸になってそこを歩いてた、そんなに深くなくて、あこれなら馬で攻められるなと思ったって。それで、その漁師はまた他の人に喋ったり、お酒飲んだついでになんかちょっとしゃべったりしては困るというんで、盛綱はそこで殺しちゃったわけですね。それで盛綱は帰って、その一番潮の引いた時に攻め入って、そこを自分の勝利を、大勝利を収める。で頼朝からじゃあそこを統治しなさいということで、今日からここに私はこの土地をいろいろ
統治して、なんか脇連れ、脇のお連れ、脇の連れっていうことは脇 の, あの家来ですに、なんか訴訟があるものは、文句があるものは言いに来なさいで、最初さあの初めに触れます。そうすると、そこで私がお母さんとして出てきた。で、まあ、いろいろと言って、あの自分の子供を殺さ、あなたに殺されたの、だんだんいろいろこう言い合って、いや知らないよそんなことはって最初に言ってるんですけど、で結局あの分かったやってて、あの観念して、あの自分が殺したことを認めます。お母さんもがっくりしますけど、いや、まあ、あの それから余生を自分があの森綱が見てあげるから安心して帰りなさいとか言って、あのいろいろな宝をいただいて送り届けて帰ります。まあ、ひどい話なんですけど、昔はそういうことが普通にあったみたいですね。それで、後場は今度は殺された、その二方が刺された方の漁師が出てきて、で、ちょっと杖を持ってきたんだけど、三本ね、大中小って感じになりますね。はい、藤戸で使うのはこの真ん中なんでね、これは、99ぐらいの小野の小町とかそういう人、おばあちゃんも本当におばあちゃんなんです。籠城物の時に使う杖、ね、一番低いの。それから藤戸はこれなんです。籠城物もそうなんですけど、左足の時に作ることが多いので、ね、左足の時に。で、一番いけないのは、こんなに広く広くないんですけど、時々こういうのやつなんですけど。角度を変えないように突くというのはちょっと、ね、いつも左足の時にこう突く。で、藤戸の場合はこれが、氷のもとくなる足はもういつも動いてるんですね。足は止まらない。それに上半身をつけます。刀を見て、で歩きながら抜いてと、足は止まらない。いつも普通に歩いてて、その間右足の時に差し通し、左足でまた広げて、また左右で差し通す。必ず足は止まらないで、あのそれをやってるというね。で杖が刀に変わる。でそのまま、もう刺しと殺されて、血色の底に沈み死に海の中に沈んでいくところ、で折り伏し引くしように引かれていく波の、あとは、その杖はあれかな、それでそこでその後はもうの遺体が海の、あの潮に流されていく、流されていくとか、その辺のところをあの渋滞が歌ってますよね。だからまあ、あの強いは別にその刀になるところぐらいしか変わらないかな。で、まあ、一番最後の方で、生死の海を渡りて願いのまま、やすやすと観音岸にいたりいたりで、あの岸にいたりいたりで、真ん中へついて、ジョーブ六段の身となりぬ、ジョーブの身とぞなりで、杖を捨てたら終わりです。まあ、あとは、もう何で終わり。こんな感じで、杖を使って出てきて、杖が刀に変わって、ね、ちょっとこの辺のとこが他の曲と違うと思うんです。最後はあの
佐々木の森綱の加減校、楽器が入った大きなお葬式をしてもらって、でそれで伴ってもらったんで、知事でも途中で森綱の前まで行って襲いかかるんですけど、そこで弔ってもらってるんで、もう諦めというかそのまま成仏していくというお話なんですね。